八戸信用金庫本店と和田営業部。八戸信用金庫は2009年11月まで存在し、青森県八戸市に本店を置いていた。当時県内かつ東北地方作用手の信用金庫。略称は和地信。青い森信用金庫の全身金庫の一つである。このうち、旧、と和だ信用金庫からの流れで、上北郡小平瀬町と、 道郡六個町の指定金融機関で、その他の市長は収納代理金融機関となっている。1922年12月に、八戸家事長信用組合として設立され、以後、八戸信用組合を経て、1951年10月に、現在の名称となり、以来、八戸地域などにおいて、水産事業を中心に支えられてきた。また、 合併前の東和田信用金庫は1948年6月に三本木町信用組合として設立され、その後に三本木信用組合、三本木信用金庫を経て、1963年7月に東和田信用金庫となり、以来、上13地域において農業や建設業並びに観光の各事業を中心に支えられてきた。両金庫とも設立から合併をせず、 それぞれ単独、かつ健全で手堅い経営を維持してきた。ところが、不良債権処理問題が収束して、移行都市銀行や地方銀行が新たな顧客の獲得構成に転じているほか、さらに2007年10月の優勢民営化によって、発足された国内最大の金融機関、ゆうちょ銀行の誕生によって、危機感が高まってきたことから、 両金庫とも新金業界としての生き残りをかけ、2006年末から合併による交渉を行い、2007年6月8日に2008年5月をメドに対等な立場で合併をすることで合意したと発表し、その後2008年5月19日に合併を迎えた。八戸信用両金庫を存続金庫とし、名称を存続金庫名をそのまま継承することとした。さらに、 預金残高が森野と信用金庫を抜いて東北最大となったほか貸付残高も東北の新金の中で2位に浮上することとなる。当初、合併後は両新金とも店舗網の再編を行わないと発表されたが、2008年2月19日の重心側からのニュースリリースにおいて重新移納支店を統廃合の対象とすることが公表され、 合併日当日をもって八神と和田営業部に統合されることが決定した。これによって、八戸新二23が店、と和田新金13が店の合計36が店体制となったが、と和田新金で行われてきた窓口営業時間延長については合併後は実施されないこととし、八戸新金の既存店舗と同様に平日9時から15時の 取扱いに統一された。合併日、当日、2009年度内をメドに、合併後としては、初となる店舗網の統廃合を、八戸市内の2店舗において行うことを打ち出した。その後2008年6月13日に行われた、東近庫の総大会において、2009年3月頃を、メドに小中の支店を、港支店に統合を行うと同時に、老朽化している。 港支店の店舗を同支店敷地内に置いて改築することを明らかにし、2009年3月9日付で、当廃合が行われた。その他、八戸市内店舗の当廃合がもう一点も計画されているが、旧、戸和田新金店舗を含めて今後検討される見込みとなっている。2009年11月9日に、八戸信用金庫は、青森、下北の二新金と合併し、 青い森信用金庫が発足した。八戸市内を中心に、上13地域と三考郡五戸町を合わせて、全35が店にて展開している。3桁の数字は店舗コード。001は本部に割り当てられている。八戸新金所轄店舗の密記載。同金庫のオリジナルキャラクターとして、ハッシーとルッシーを採用している。 スポーツ振興くじ当選券の払い戻しは次の、店舗でのみ取り扱う。新金再編八戸、部、とあだ合併上生き残りへ思惑一致。デイリー、東北新聞社。2009年5月24日閲覧。新生八戸信用金庫5.19、誕生東北一、対友著危機管。デイリー、東北新聞社。2009年5月24日閲覧。 巨漢動く優勢民営化、青森から生き残り作新金合併式版強化。デイリー、東北新聞社。2009年5月24日閲覧。当出張所窓口では、同庁の税金等の納付手続きのみの業務を行っているため、入金、出金、振込については併設の ATM で取り扱う。ありがとうございます。